ねえねえ、この辺大丈夫？あ、直すよ。ありがとう。イエーイ！もうやめてよ！スキャリー！イエーイ！パンツ丸見え！ピンク！イチゴから M サイク！ S よ！あんたたちココアのパンツ見るなんて100万年早いんだけど。減るもんじゃないだろ。イエーイ！イエーイ！変なことさせるのやめてよ。あんたが消しかけたの知ってるんだから。へえ、証拠は？あのね、ヒヤ6人突破したぞ。俺が勇者。おお、すげえな。すげえなじゃないでしょ。田中に何吹き込んだのよ。俺はただ、親父の税はスカートめくりの数で勇者が決まってたっていう話をしただけで。何よ。別に何もねえよ。残念ね。あとショーパンだからやられても平気です。ああ、葵のパンツとかマジで見たくねえし、勘違いすんな。してないわよ、バーカ。あいつ何なの、ほんとムカつく。男子って好きだからいじめちゃうってことあるらしいよ。え、ゆいちゃん何気に檜山とよく喋ってるし。確かに。ってことは違います。私は喋ってるんじゃなくて怒ってるの。次は葵のスカート狙おうぜ。それいいですね。あいつはショーパンだから無駄、やめとけ。ショーパン反則だろ。みんな席ついて。おお、お前一生スカート履いてくんなよ。なんでよ。いいから。みんな、いよいよ今月末は東京での宿泊実習です。イエーイ。各班に分かれて必ず今週中までに計画表を出すように。あ、楽しみ。東京タワーでしょ、スカイツリーでしょ、あとお台場は絶対行かなきゃね。そんなに回れるから。ここは、これはチャンスよ。今夜は合衆裏でお風呂が使えません。銭湯に行くように。銭湯近くにあったかな。よし。誰もいないからって。わ、いた。すいません。檜山？葵？スーパンパン。
のお家が銭湯だって知らなかったんだ。知ってたら行かないよ。だよね。そういえば、ひやまんち、今お母さんが入院してて、ちょっと大変みたいよ。そうなの？だから弟の面倒を見てるんだ。案外いいやつじゃん。それは、そうかもしれないけど。どうしたの？ネックレス。銭湯でなくしちゃったみたいなの。いつもつけてたやつ？お母さんの形見なんだ。大変。私から檜山に聞いてみようか。ううん、別の場所でなくしたかもしれないし、自分で探してみる。葵さん、今いいかな？森くん、昨日は悪かった。ごめんの方がいいかな。ごめんね。葵？そういうことだから僕とのこと考えておいて。返事は急がないから。うん。じゃあ私先帰るね。じゃあまた明日ね。バイバイ。バイバイ。気をつけろよ。森もやるよね。ただのインテリじゃなかったんだ。案外お似合いかもよ。そうか。高尾、葵見なかった？今帰ったよ。探し物があるんだって。お母さんの形見のネックレスなくしちゃったんだって。どこで落としたのかな。すいません、やってますか？はい。翌日、今日は男女合同で借り物競争を行う。一人一つお題を書くように。頑張ろうね。位置について、用意。彼氏応援してどうすんのよ。ね。行くぞ。え？ひどい。
いいから行くぞ。おお、花火ね。ゆるさん、告白ちゃんはどんくさくないからしっかり者だしね。すごいタイミング。告白してきた人、それネタじゃん。お前一生ゴールできねえな。ゴールできるもん。バカにしないで。好きだ。え？何？好きだ。え？今好きだっつったよな。確かにそう聞こえました。新聞部号外だ。号外だ。どうしてあんなことしたの？感謝しろよ。俺のおかげでゴールできたんだろ。余計なお世話よ。ちゃんと告白してくれた人いたのに。森のことか。お前、森のことが好きなのか。それは檜山には関係ないでしょ。そりゃそうだけど。もう行くね。待てよ。これ、私のネックレス。排水口に引っかかってた。もしかして探してくれたの？掃除したら出てきただけだよ。どうして私のだって分かったの？いつもつけてたろ。とにかくちゃんと返したからな。ありがとう。これすっごく大切なものなの。本当にありがとう。もうなくすなよ。チャオコミックス12歳大好評発売中だよ。チャオ公式 YouTube チャンネルチャオチャンネルはチャオがますます楽しくなる映像を続々公開していくよ。ぜひチャンネル登録してね。